今回は豊臣秀吉の側室淀殿と淀殿に関わってきた人物たちを紹介していくぜ。淀殿といえば、織田信長の命にあたる人物よね。ああ、戦国時代を生きた姫の中でも淀殿ほど、波乱万丈な人生を歩んだ姫はいないんだな。信長の命であり、秀吉の側室となった淀殿の運命に翻弄された生涯、気になるわね。幼少期はちゃちゃ、大人になってから淀殿と呼ばれるんだが今回は最初から淀殿で統一させてもらうぜ。またゲームデータは神聖を使っているぜ。それじゃ早速、見ていくぜ。淀殿は1569年頃、大江の国小田にで誕生したと言われているぜ。本名は浅井茶茶、大江の国の戦国大名浅井長政と織田信長の妹お市の間に生まれるんだ。ゲーム内の数値は統率78、武勇48、知略60、政務72だぜ。姫武将としては優秀な能力値ね。父である浅井長政と、母であるお市は政略結婚だったんだが、二人の仲は良く、茶茶の他に、次女初、三女豪がいるんだな。政略結婚の背景には、天下統一を目指す信長が、大江の国から美濃の国を制して平定することを企てるんだが、北大江では勢力を伸ばしていた浅井長政がいたんだ。当時、美濃の国の斎藤氏攻略に苦戦していた信長は、長政と手を組むことで、美濃の国を挟み撃ちにできると考えたんだな。信長の数値はいかほどかしら？ゲーム内の数値は統率99、武勇88、知略95、政務100だぜ。さすがの数値ね。こうして信長は美濃の国の稲葉山城、後の岐阜城を手に入れるために、長政に同盟を提案して、同盟受け入れの見返りとして、絶世の美女と言われた信長の妹お市との結婚を約束するんだ。そうすることでお互い簡単に敵対しないような関係を作ることになり、長政にとっても悪い内容ではなかったんだな。お市のゲーム内の数値は統率76、武勇52、知略74、政務62だぜ。数値の面からも、妻にするには申し分ないわね。だが、長政は同盟を結ぶにあたってネックがあったんだな。どんな？かねてから恩義があった朝倉家の存在だな。朝倉家と織田家は不仲だったんだ。そこで長政は、朝倉家への不戦の機会を条件として、信長との同盟を受け入れることにしたんだな。こうして長政はお市と結婚し、織田家との結びつきを強めていくんだ。ちなみに長政のゲーム内での数値は統率84、武勇83、知略76、政務53だぜ。信長はさらに、長政の天敵である六角氏を攻撃、南近江の甲賀軍に撤退させて美濃の国を平定するんだな。つまり信長も長政も利害関係が一致してたわけね。ああ、だが同盟関係もそんなに長くは続かないんだ。室町幕府13代将軍足利義輝が、松永久秀に殺害されると、後の15代将軍足利義明は朝倉義景の元に身を寄せて、室町幕府再建のために、義景に上洛の手助けを頼むんだ。だが、義景は頼みを拒否。このことを知った信長は、勢力拡大の絶好のチャンスと捉えて足利義明を京へ上洛させ、将軍職につけるように手助けするんだ。信長は、新しい将軍足利義明と天皇に挨拶するために諸大名に上洛するよう求めるんだが、この求めに対しても義景は拒否。怒った信長は、天皇と義明の了解を得た上で朝倉征伐に向かうんだな。なるほど、信長が浅井長政との約束を破るのね。朝倉征伐の知らせを受けた長政は、織田軍か朝倉軍か、どちらの軍につくかという選択に迫られるんだが結局選んだのは朝倉軍だったんだ。ちなみに、長政が信長を裏切った理由は約束を破ったからという理由以外にも、信長のやり方に対して不満があったなど諸説ありだぜ。長政は信長徳川家康の連合軍を吸収したことで、一旦連合軍側が引く形になるんだが、その後すぐに信長の報復が始まるんだ。姉川の戦いね。この戦いで織田徳川連合軍が勝利したものの長政はかろうじて生き残り、本拠地の織田二城に逃げ込むんだな。信長は長政に対して降伏を進めるんだが、長政はこれを拒否して、妻を一と淀殿含む娘たちを逃がして自害するんだ。ちなみに、この時城を攻めたのは秀吉だったんだぜ。淀殿たちは子供ながら、戦国時代の厳しさを目の当たりにしたわけね。お市たちはその後どこに身を寄せたの？織田二城を出た後は、信長の弟である信兼の元に身を寄せたとされているんだが、定かではないんだな。ともあれ、信長の目の届くところで保護されることになるんだが、信長が本能寺の変で死去すると、織田家の中で後継者問題が勃発。そこで柴田勝家を中心とした織田家の家臣たちが清洲城に集まり、戦をせずに後継者を決めようと会議が開かれたんだ。
そこでお市は、柴田勝家と再婚することが決められたんだな。こうして淀殿たちも、勝家の領地である越前の国に移り住むことになったんだ。これで一件落着、というわけでもないのよね。そうなんだ。清須会議以前から勝家は羽柴秀吉とあまり仲が良くなかったんだ。穏やかでなかった二人の関係は徐々に溝を深めていって、静ヶ岳の戦いにまで発展。勝家のゲーム内での数値は統率90、武勇94、知略80、政務66。秀吉のゲーム内での数値は、統率96、武勇81。知略98、政務97だぜ。勝家は全体的に能力値が高いけど、秀吉は信長レベルね。ああ、結果的に勝家は戦いに敗れてるぜ。本拠地である北の省城まで退却することになるんだ。そして豊臣軍に城を包囲されたことで、お市と共に自害するんだな。淀殿たちはどうなったのかしら？城から逃れて秀吉によって保護されてるぜ。憎しみを抱いて当然の相手に世話になるのは不本意だったでしょうね。ああ、長女という立場から幼い妹たちを守らなければという思いが強かったんだろうな。淀殿は母を一との別れの際、浅井家再興を託され、両親を死に追いやった秀吉と一緒になることを決意、秀吉からの保護を受けるようになって約5年後、淀殿は秀吉の側室として大阪城に入るんだ。相当な覚悟を持って側室になったのね。そうだな、当時27歳前後だったとされる淀殿が、50歳を超えていた秀吉の側室となった経緯はよくわかっていないんだが、浅井家再興を目論んでの大阪城入りだっただろうな。翌年には長男鶴松を出産、秀吉には16人以上側室がいたんだが、なかなか子宝に恵まれず、淀殿の解任を知った秀吉は大いに喜んで、山城の淀城を改築して淀殿に与えているんだ。このことから、茶々から淀殿と呼ばれるようになったんだぜ。これ以降、天下人の後継者の聖母として淀殿は発言力を強めていくんだ。ところが、鶴松は2歳で病死してしまうんだな。淀殿はもちろん、秀吉もショックだったでしょうね。そうだったんだが、2年後に淀殿は秀頼を出産。秀吉は溺愛するんだが、5年後には他界してしまうんだ。秀吉の死を契機に出家して、正室であるねねは高台院になるんだが、淀殿は出家せず、秀頼の後見人として政治に介入していくようになるぜ。浅井家再興に向けていよいよスタートが切れたのね。だが、淀殿が豊臣氏の家政の実権を握り始めた頃、豊臣政権内では、石田三成派と徳川家康派が対立するようになるんだな。政権争いが勃発したってこと？結果的にはそうなんだが、背景には様々な出来事があったんだ。秀吉は生前、徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家らいわゆる五大老に、後継者である当時5歳の秀頼を支えるように遺言を残しているんだ。家康も、前田源義、浅野長政、真下長盛、石田三成、夏香正家ら、いわゆる五奉行に秀頼に奉公するという内容の契約書を提出しているんだな。秀吉の死後には、五大老と五奉行が連署して契約書がまた作成されるほど、秀吉の遺言に忠実であるよう、各々が誓うんだ。また、豊臣政権下において大名官の婚姻は秀吉の許しがないとできなかったんだが、家康は次々に諸大名との婚約を結び始めるんだぜ。天下統一に向けて動き始めていくのね。ああ、さらに五大老の一人である前田利家が病死してしまうと、より豊臣政権内は乱れていくんだ。実質的に大阪城主だった前田利家が亡くなった直後、福島正則、加藤清正、池田輝政、細川忠興、浅野義長、加藤義明、黒田長政ら七将が、五奉行の一人である石田三成を襲撃しようとする事件が起こるんだ。ただ、近年では襲撃ではなくて三成を訴えようとしたとも言われているんだが、三成は何か訴えられるようなことしたのかしら？秀吉の生前、朝鮮出兵した時に彼らが三成方の戦目付の報告によって、秀吉から厳しく糾弾されるんだ。三成のせいで不当な扱いを受けたとして、7人の武将たちは三成に不満を持っていたんだな。三成の後ろ盾だった前田利家が亡くなったことで、これを好機と捉えた7人は、三成を窮地に追い込むんだ。ちなみに、三成のゲーム内での数値は統率70、武勇61、知略77、政務98なんだな。文官タイプの武将だったのね。ああ、こうして徐々に関ヶ原の戦いに向けて運命の歯車が狂い出していくんだ。その後も家康はやりたい放題となって暴走し始めていくんだが、その行動に対して、会津の上杉景勝と家老直江兼継が、家康に対して一通の手紙、いわゆる直江状を送るんだな。どんな内容だったのかしら？家康に対して、最近の行動は目に余る。秀頼様に何か言うことはないのか、という内容だぜ。
家康は、上杉景勝よりもはるか上の位の人物。故に、家康は無礼な内容の手紙だと怒って会津征伐を決意するんだ。それが関ヶ原の戦いのきっかけになるのね。そうなんだ、家康が会津遠征中に石田三成は挙兵するんだな。淀殿の立ち位置が気になるわね。淀殿は最初、事態の鎮静化を図るために家康に書状を送るんだ。だが、三成が謀反を起こしたことを認めて、豊臣秀頼様の御為という関ヶ原の戦い開戦のための大義名分として、逆に家康に利用されてしまったんだ。三成はこの時、戦いを正当化する秀頼のお墨付きの発給と出陣を願うんだが、淀殿はこれを認めず、西軍三成と東軍家康どちらにも、積極的に加担することなく両軍から微妙に距離を置いて様子を見るだけだったんだ。近くで政権内の動きを見ていたことから、無難な道を選んだわけね。淀殿の態度から、三成襲撃に関わった加藤清正や福島正則ら秀吉家臣らは、西軍ではなく東軍に加担し、結果的に東軍が勝利するんだな。その後、淀殿は自分と秀頼が西軍に関与していないことを家康に認めさせ、責任追及を免れるんだ。淀殿は家康を大阪城に招いて食事をもてなし、秀頼の父親代わりとまで公言したんだな。したたかねえ。こうして豊臣政権を運営していた五大老五奉行がいなくなった大阪城では、淀殿が主導権を握るんだぜ。浅井家再興に向けて本腰を入れていけるのね。だが、関ヶ原の戦いから3年後の1603年に征夷大将軍となった家康は江戸幕府を開き、その2年後には息子徳川秀忠を2代将軍として世襲させたんだ。このことで、秀頼に将軍になるチャンスがないと悟った淀殿は激怒。こうして二人は対立関係へと発展していき、1614年に大阪の陣が勃発。戦いの引き金となったのは、方広寺大仏証明事件なんだな。どんな事件だったの？秀吉の17回忌に、京都の方広寺で大仏の開眼供養が行われるんだが、大仏殿の釣り鐘に記してある名文に、監視国家安康、軍心崩落という文字が書かれていたんだ。このことに対して、家康は大激怒して供養の中止を命じるんだ。どこが問題なの？国家が暗行となり、軍心が崩落となりますようにという意味なんだが、家康が問題にしたのは文字の並びなんだな。新法と豊臣を表す文字が続いているのに対して、家と康の間に暗を入れていて、家康の文字を分断しているのは悪意であると解釈したんだ。家康はこれを許す代わりに、豊臣家が徳川家に侵入するよう3つのうち1つを選ぶように提案。1. 豊臣秀頼を江戸に参勤させること。2. 淀殿を人質として江戸に置くこと。3.豊臣秀頼が国替えに応じて大阪城を退去すること。淀殿にとってだいぶ屈辱的な要求ね。そうなんだ、豊臣側はこれを無理難題だと拒絶するんだな。これによって家康は大阪城を攻め囲み、大阪冬の陣が開戦したんだ。豊臣家は、関ヶ原の戦いで主家を亡くした長宗我部盛親や真田幸村といった武将や、浪人などをかき集めて9万の軍勢を集めたんだが、対する徳川軍は20万と圧倒的に徳川軍が有利だったんだな。数に劣っていた豊臣軍は、大阪城の周囲に多くの砦を配置、大阪城の二重の堀を活用した籠城戦を選択するんだ。一方、徳川軍は数を活かして包囲戦で対抗するんだな。長宗我部盛親のゲーム内での数値は統率70、武勇85、知略68、政務33、真田幸村のゲーム内での数値は統率88、武勇99、知略84、政務43、二人とも武勇の数値が高いわね。ああ、各砦での戦いはすべて徳川軍が勝利したものの、大阪城の周りには自然の川が堀のように取り囲んでいて、堅固な守備力を誇っていたんだ。兵力差では圧倒的に有利な徳川軍でさえ、大阪城に攻め入ることは難しかったんだな。でもそんな難攻不落の大阪城にも唯一、欠点があったんだ。地続きとなる南方だけは空堀のみで防御が手薄だったんだな。そこで、真田幸村は出城である真田丸を築くことで弱点を補強。真田丸の背後には、幅200メートルにも及ぶ深い谷もあって、仮に真田丸が落とされたとしても、その谷で大阪城を守ることができると考えていたそうだぜ。さすが、日の本一の強者と言われただけのことはあるわね。そうなんだ、真田丸は幸村の地力を集結した砦だったんだ。幸村を筆頭に、5000人の兵が配置された真田丸の正面には、徳川軍の前田利常率いる1万2000人のほか、数千の軍が布陣、幸村は誘い込みからの攻撃という戦法に優れていて、
この作戦によって前田勢は大打撃を受け、撤収に追い込まれるんだ。また徳川軍の井伊直孝率いる4000人の兵力を誇る井伊勢と、松平忠直を率いる1万人の兵力を誇る松平勢も、前田勢の攻撃を知って釣られる形で攻撃を仕掛けるんだが、対する長宗我部盛親を中心とした1万2000人の豊臣軍は城壁に殺到する徳川軍に応戦して、前田勢に続いて徳川軍に大打撃を与えるんだ。惨状を知った家康は退却を命令、一旦は豊臣軍の完全勝利と言ってもいい結果になったんだな。だが、家康は大阪城攻略のために着々と準備を進めていて、周囲の川の深さを軽減する工事を行い、大砲による砲撃も本格化。徳川全軍は大阪城への一斉砲撃を開始して、砲弾を撃ち込み続けるんだ。豊臣軍も、近づいてくる徳川軍に火縄銃で対抗するんだが、弾薬も底をつき始め、増量も少なくなっていたんだな。断続的に行われる徳川軍の砲撃で、豊臣軍は心身ともに疲労していくんだ。家康の心理作戦ね。そんな中、徳川軍による本丸への砲撃で淀殿の侍女8人が死亡。当初、淀殿は大阪城は10年でも持ちこたえられるとして籠城戦に自信を見せていたそうなんだが、あまりに悲惨な光景を目の当たりにして、徳川軍との和議に応じることに決めたんだな。徳川軍の一斉砲撃開始から2日、籠城戦開始から約1ヶ月のことだったんだぜ。10年はさすがに見誤ったわね。和議については、豊臣側の条件として二の丸三の丸を破壊して総構えの堀を埋めること、淀殿を人質としない代わりに大野春長、小田浦九斎によって人質を出すことを提示、一方徳川側の条件として、豊臣秀頼の身の安全と本領の安堵、城中諸士について不問とすることを提示、この講和条件で合意したことによって、徳川軍による砲撃がようやく停止されるんだ。その後、講和の内容が実行されるんだが二の丸の破壊と堀の埋め立ては豊臣側、三の丸の破壊と外堀の埋め立ては徳川側が担当することになったんだが、徳川側の動きは迅速で、松平忠明、本多忠正、本多康則を不審奉行として、大阪城を包囲していた軍勢に加え、地元住民を動員した突貫工事で外堀をすべて埋め立てたんだ。さらに諸大名が大阪から帰国する際、門や櫓も徹底的に破壊したことで、大阪城は内堀と本丸のみを残した裸同然の無防備な姿を晒すことになったんだな。再起を図らせないように徹底していたのね。ああ、だが豊臣家と徳川家は依然として火種がくすぶっていたんだ。家康や二代目将軍秀忠は国とも鉄砲火事に大砲の製造を命じていて、次なる戦いへの準備を始めるんだな。豊臣家も金銀を浪人衆に配布したり、武具の準備をしたり、両家とも戦いの準備を着々と進めていたんだ。でももう豊臣家にほぼ勝ち目はないわよね。そうなんだ、豊臣軍の兵たちにとっては玉砕覚悟の戦いだったんだな。家康は秀頼に対して、大阪城を出て大和改正国替えするか、浪人を解雇するよう要求。承知しなければ標準の気持ちはないものと受け取ると挑発したんだ。もちろん豊臣家は、これらの要求を一切拒否したことで火蓋が切って落とされたんだな。大阪城は裸同然のままだったこともあり、豊臣軍は野戦で戦いを挑むほかなかったんだ。徳川軍はの兵力は15万5000に対し、豊臣軍の兵力は7万8000。数的不利に加え、大阪城という守りの要も失っていた豊臣軍にとって、徳川軍の総大将家康の首を討ち取ることが、勝利への唯一の道だったんだな。開戦直後は、豊臣軍の大野春房隊が大和郡山城を落として、兵器の供給や修理など徳川軍の総合的な軍事業務を行う基地だった境を焼き討ちにして、豊臣軍が優勢を見せていたかのようだったんだが、その後は劣勢に傾くんだな。大阪城近郊に追い詰められていく豊臣軍は、天王寺口岡山口で徳川軍と対峙。天王寺口では、真田幸村大輔親子らが布陣した真田勢が徳川軍の松平忠直勢と交戦。真田勢の陣を抜き、大阪城へ直進した松平勢と入れ違う形で、家康本陣方向へ進出した真田勢は、寝返りの巨砲を流して徳川軍の動揺を誘い家康本陣へ接近。幸村によって先方時報、本陣など数段階に区分された真田隊は、3回にわたって突撃を繰り返すんだ。真田隊の攻撃で家康本陣は大混乱に陥り、この時家康は二度自害を覚悟したと言われているぜ。真田隊恐るべし。豊臣軍が優位に戦局を展開していた最終決戦だったんだが、思わぬところから風向きが変わってしまうんだな。真田幸村と、淀殿の父兄弟だった大野春長は秀頼の出馬は今しかないと相談し、春長が大阪城に帰って秀頼への上申を決めたんだ。この時、春
春長が秀頼の馬印を掲げたまま騎乗しようとしたため、豊臣軍の兵は、春長が撤退したと勘違いして戦意を喪失してしまうんだな。加えて大阪城に火の手が上がったことで、さらに動揺した豊臣軍は隙を突かれて、徳川軍が攻撃を仕掛け、豊臣軍は総崩れとなって一気に決着がついたんだ。決死の突撃で死傷者が増加していた真田隊も、いよいよ追撃不能となり、家康を追い詰めながら、撤退せざるを得なかったんだな。雪村は四天王寺近くの安井神社で休んでいるところを、松平勢の西尾宗次に発見され、討ち取られてしまったんだ。大阪城に放たれた火は、瞬く間に天守閣を包み込んでついに落城。淀殿は最後まで家康に対して抵抗していたものの、淀殿と秀頼はもみ蔵の中で共に自害し、豊臣宗家は滅亡したんだな。当初、浅井家再興のために豊臣家に嫁いだ形だった淀殿も、最終的には秀頼の存在が大きくなって、豊臣家を守る方向になったんだろうな。こうして戦国の世に終止符が打たれ、徳川幕府による約260年の天下太平の世を迎えることになるんだな。淀殿の人生はまさに、戦国乱世に翻弄された生涯だったわね。今回の動画はここまでだぜ。この動画を気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしく頼むぜ。ベルマークの通知登録もお願いね。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。